デニス・オレーゴビチ・イストミンは、ウズベキスタンの男子プロテニス選手。ソビエト連邦領のオレンブルク生まれで、ロシアの首都モスクワに在住している。これまでに ATP ツアーで、シングルス2勝、ダブルスで3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス33位、ダブルス59位。身長188センチメートル、体重88キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。ウズベキスタン出身のプロテニス選手として2015年に250シリーズの大会で初めてのツアー優勝を成し遂げた。5歳からテニスを始め、現在に至るまで母親のコーチを受ける。まだ14歳半だった時の2001年4月、デニスは初めて男子ツアー最下部のトーナメントに出場したが、その時に自動車事故で足の大怪我を負った。 手術で80針を縫い、3ヶ月間の長期入院生活を送り、それから2年間テニスのラケットを握れなかったという。選手の境を乗り越えて、2003年からテニスの練習を再開し、2004年から本格的な競技生活に入る。2005年から彼は男子テニス国別対抗戦、デビスカップウズベキスタン代表に選ばれた。 2006年全豪オープンで4大体開発出場。2008年全豪オープンで初めてシングルスの初戦を突破し、レイトンヒューイットとの2回戦に進出する。2009年、イストミンは男子ツアーとデビスカップで目覚ましい躍進を見せた。全豪オープンで2年連続の2回戦に進んだ後、3月6日から8日のデビスカップ2009アジアオセアニアグループ1初戦で、 韓国に勝ち、2ヶ月後の5月8日から10日に行われた同グループ準決勝でウズベキスタンは日本を3勝2敗で退けた。イストミンは杉田祐一とのシングルス第1試合とダブルス第3試合に勝ち、チームを初めてのワールドグループプレーオフへ導いた。この後、彼は全米オープンで初の3回戦進出を決め、当地の男子選手として、 史上初のリテ点表に到達する。この3回戦では、マリンチリッチに1から6、4から6、3から6のストレートで完敗した。全米オープン終了後、9月18日から20日に行われたデビスカップワールドグループプレイオフで、ウズベキスタンはセルビアと対戦した。ビクトル・トロイツキやヤンコ・ティプサレビッチなどを要する、競合チームには5戦全敗に終わり、 初のワールドグループ進出はならなかったが、イストミンの活躍でこの小国は、出灰のチーム最高成績を出した。2010年全豪オープンでも、イストミンは男子シングルス3回戦まで勝ち上がった。2大会連続の進出となった3回戦では、第3シードのノバク・ジョコビッチから4ゲームしか奪えず、1から6、1から6、2から6の完敗に終わった。 8月のパイロットペンテニスでは、ツアー初の決勝進出を果たしたが、セルジー・スタホフスキー263、36、46で敗れた。11月の杭州アジア大会では準決勝で、日本のソエダ号261、60で完勝したが、決勝で、ソムデーブ・デバルマンに1 6 26で完敗し、銀メダルを獲得した。 イストミンは2012年2月の SAP オープンでツアー2度目の決勝に進出した。決勝では前年優勝者のミロシュラオニッチに67、26で敗れ初優勝を逃した。2012年ウィンブルドン選手権で初めて4回戦に進出した。4回戦でミハイル・ユージニーに6 3 57、64、76、57のフルセットで敗れベスト8進出を逃した。 7月のロンドン五輪に初出場した。シングルス1回戦で、第14シードのフェルナンド・ベルダスコに64、76で勝利し、ロジャー・フェデラーとの3回戦まで進出した。8月13日付の世界ランキングで、自己最高の33位になった。2013年全米オープンでは1回戦で、ニコラス・アルマグロ、3回戦で、アンドレアス・セッピを破り4回戦に進出した。 4回戦でアンディ・マリーに7から6、1から6、4から6、4から6で敗れた。10月のクレムリンカップのダブルスでミハイル・エルギンと組んで優勝し初の ATP タイトルを獲得した。2015年のシーズンに入ると自身の世界ランキングを92位まで落としたが6月の ウィンブルドン選手権の前哨戦のノッティンガムオープンをノーシードながら準決勝のマルコス・バーグザティスの途中、危険もあり、決勝まで進み、第12シードのサムクエリーと対し、7から6、7から6の2度のタイブレイクを制し、自身初めての ATP ツアーのタイトルを手に入れた。2016年の前年覇者として迎えた芝大会のノッティンガムオープンでは1回戦で、 格下の世界ランキング90位のダミル・ジムールに対、1セットは奪うものの、その後は挽回されフルセットで敗れ初戦負けとなり、前年度のポイントを守ることができなかった。全体的に結果を残せず、年始は61位だったが、年間最終ランキングでは121位まで落ちた。2017年全豪オープンには、ワイルドカードで出場し、2回戦で、 全豪史上最多6度の優勝を誇り、2連覇中で、世界ランク2位のノバク・ジョコビッチを7から6、5から7、2から6、7から6、6から4で破る、大金星を挙げた。3回戦でも、第30シードのパブロ・カレーニョブスタを、フルセットで破り、自身3度目の4大大,大会の4回戦に進出。4回戦で、グリゴール・ディミトロフに破れた。オプンでは、 ノーシードから決勝進出。決勝で相手のマルコス・バグダティスが故障で第1セット途中で棄権したためツアー2勝目を挙げた。年間最終ランキングは63位まで戻った。2018年の前半戦は早期敗退が続き、ランキングも落ちていった。それでも8月のオーストリアオープンでは準優勝し、シカゴチャレンジャーや アルマトイチャレンジャーでは優勝した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。